はい、こんにちは、タカです。昨日はもうまずは円の動きですかね、特に夜からの円買い、もうこれかなりの勢いがありましたけども、僕なんかもポンド円なんかは押し目買い、ロングなんかも意識していたんですけども、全く買う場所がなかったです。まあ、それぐらい売りが入ったということですね。かなり僕自身にとってもね、思っていたのとは少し違った動きになっているんですけども、ただこういった大きな動きが出てくれたことで見えてきた景色もありますんで、今回はそのあたりを少し見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。昨日もこれね、始め値と終値だけ見ていけばほとんど動きがないんですよね。ただインパクトあるのはこのヒゲの部分、上ヒゲをかなりつけています。まあ、上を試してダメだったという形ですね。ただこれを見ていくんであればその前も見ないといけないですね。下を試してダメだったの形、この動きによって何が見えてくるか、もうこれ上下の壁だと思うんですね。まあ、ヒゲの部分がかなり大きいですから、少しまだポイントは分かりづらいですけども、この辺りはやっぱりレンジ相場、攻防が出ているんではないかとは見ています。流れが止まっている場所ですね。ですからまあこのような上昇トレンドを見ているブラ派、下落トレンドを見ているベア派のぶつかり合いが起こっていて、まだ決着がついていない、そんな状況かと思います。ただまあ昨日の動きによってもね、この戻りの壁、こういったのもはっきり見えてきたように思います。 1.18 のまあ30付近というのは壁があるんですかね。こういった壁を意識しながらの値動きということになりますね。現在地はレンジの加減、当然まあショートはもう慎重に見ていきたい場所ですけどね、ただ昨日の流れを見ると売りの方もかなり強い、この底根圏での攻防、安根圏での攻防を今日は見ていくことにはなってきそうです。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。高い安をポイントで見ていくとね、これが高い安い高い安い高いとなってきますんで、これを点で結んでいくとやっぱり下落トレンドになってくるんですよね。高値もまだ抜けていませんし、安値は更新し続けています。ならばこの売りというのは安値を更新してくるかもしれません。ただ悩ましいのがこの辺りをレンジとして見ているというところですね。この下に抜ける動きをまあブレイクとは見ていないということになりますから、まあ少なくともね、売りは強いなとは感じますけども、この位置からショートは難しいですね。むしろレンジ加減からのロングを意識していくような場所かと思います。ただまあ短期足は抜けますからね、そこは十分注意したいですね。バチンと入ってしまうと、この短期的に抜ける動きにやられてしまいますんで、ロングをしていくにしてもちゃんと流れを止めたという形は欲しいですね。足場を使ってのロングは意識はしていきたいです。目線としてはこのレンジ相場まだ崩れてないですからね、レンジの加減ということでまあロング目線にはなってくると思いますけども、まだ形が整ってないですからね、その辺注意は必要ですね。下に抜けても何もおかしくない状況もあります。このユーロドルに関してはレンジ加減での攻防を見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。昨日はもう円が強かったですからね、どうしてもこの黒線はしっかり見ていかないといけない動きだと思います。昨日のこの冷やしというのはサポート終わってしまってますね。ということは高値からのこの売りのトレンドが見えたということになりますから、トレンドを見ていくことになりますね。ですから今日もこの冷やし、安値更新を意識して値動きを追っていくことになります。仮に流れが止まったとしても戻れば戻り売りですね。下落トレンドを継続して見ていく、これをひっくり返そうと思えば波の起点部分を超えていかないといけない。波の起点というのはこの辺ですかね、130円、こういったところを超えてくれば話は変わってくると思いますけども、そこまで見ていくにはもう少し時間はかかりそうですね。ですから目線としてはこの赤い下落トレンドを見ていくということになってきそうです。下落の流れを見ていく際に気をつけていかないといけないのがここの動きですね。一定こういうの形になってしまうと再度サポートが見えてしまいます。もしここにサポートが見えてしまうと、その前には強い上昇トレンドがあるわけですからね、押し目買い勢というのはこれは出てくるようにも思います。そうなると今度は売れなくなってしまいますからね、下に抜けてはいますけども急反転の動き、上位足の下ヒゲをつけるような動きですね。そういった値動きは注意はしていきたいです。ただしまあ僕自身はこういったトレードしていく際にこの V 字の動きは想定しないですから、勢いよく戻ってきたら戻り売りはしないと思いますけどね、戻り売りを意識していくんだろう、この勢いよく戻ってくる動きには注意はしていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期の流れを追っていくと下落トレンドが見えてますね。サポートも終わっていますから、この売りの流れの継続を見ていくことになりそうです。ここの部分の戻りはまあ少しいやらしいといえばいやらしい動きですよね。ただここは足場と見ていけばまあ普通の動きかとも思います。まあそれよりも気になるのがこの足場がない点ですかね。サポートになりやすい場所ではあると思いますけども、簡単に抜けてしまってます。ですから流れが止まれば再度こういったところを試すような動きはあるかもしれません。上位足でも言いましたけどもね、V 字の動きには注意していかないといけないのはこういったところも一つのポイントにはなりますね。抜けてきた時に壁がなかったわけです。戻ってきた時にも壁はないかもしれません。そのままそんなに戻ってしまうとサポートは継続して見えてくることになりますから、下落トレンドを意識していくんならば特にこの129円の70付近、この辺りの攻防はしっかり見ていきたいなとは思います。
今はこれまで勢いよく下がってますからね、全然いいんですけども、一旦流れが止まってくるとこういったところは注目されてくると思います。そういった値動きに注意がしていきたいですね。戻りは警戒していく必要はあるかと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドドルはこの上に壁があるという話もからずっとしていたと思いますけども、昨日の動きを見るとこれ壁を抜くことができなかったと見られても仕方のない動きのようにも思いますね。3回高値を試して結果抜けていません。まだこういった上昇トレンドは継続して見ていけるんですけどもね、押し安値も終わっていませんから、流れが止まれば押し目買いを見ていくというのもね、全然ありだと思うんですけども、ただこの上にある壁というのはここの壁だけではないんですよね。週足レベルでも見ていける本当に大きな壁になってきますので、このあたり一体を一つの動きとして僕はこういったレンジ相場を作りながらこの壁を抜くためのレンジ、こういったのを作ってくる可能性というのも想定はしていきたいです。そうなるとここはレンジになりますからね、上を試してダメなんであれば次は下を試す展開というのはこれはありそうです。サポートは前回の波の起点部分ですね、 1.37-60 あたり、このあたりを抜けてくる動きは今のところまだ想定はしていませんけども、まあこれだけ上値の重さ見えてますからね、まあ下への流れが出てきてもこれはおかしくないかなとも思います。どこかでまたサポートが見えてくればと思いますけどもね、現状ロングは少し厳しい状況のように思いますね。買い場探しは別に間違ってはいないと思いますけどもね、少し時間はかかってきそう、そんな動きのようにも見えます。僕はこのポンドに関しては先週の木曜日から木金月、昨日も買いが入ってましたよね。カートしっかりポンドに買いが入ってるんですよね。このポンドの強さに注目はしていましたけども、そしてまだまだね崩れたとも思いませんけどもね、チャートの方を見ていくとやっぱり超えれてないですからね、この動きはしっかり見ていかないといけないかなとは思います。今すぐ買うというのは少し難しいですかね、むしろ短期的には売りの流れでレンジ加減までのショートなんかを見ていくのもいいようには思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見るとこの辺りにもサポートは見えてくるんですけどもね、僕はあまりこういったサポートあまり重要視はしていません。このブレイクがしっかりブレイクしていればね、これは波の起点になり得たと思うんですけども、これをブレイクと見ていくには少し難しいように思うんですよね。これはむしろオーバーシュートかなと、ならばこの高値は抜けていないということは波の起点はここではなくてこの下になるんですよね。この部分になってきます。ですからこのサポートを割らなければ継続してこのロングの流れは見ていけるかと思うんですよね。ただしまあ言い換えればここまで下げ余地があるということでもあります。別にね、まあ、このあたりのサポート意識してもいいと思うんですけどね、買うんであれば一旦流れを止めた後ですね、これ4時間足見ても陰線陰線ですからね、全く流れが止まっていません。しっかりまずは流れが止まったというのを確認してからのロングなんであれば全然問題はないと思いますけども、これではなかなか買いづらいかなとは思えてしまいます。ならばまあそういったサポートが見えてくるまではショートを見ていくのもありだと思いますし、ただまあ相場の方強いですからね、様子を見るでも全然いいと思いますね。僕自身はこのポンドに買いが入っているこのポンドの強さをまだまだ継続して見ていこうかと思っています。ただ昨日は売りが入ってしまいました、特にドルが強かったですよね。こういった環境ですぐに買いを見ていくとやっぱり下の方に抜けてしまった時に苦労してしまいます。ちゃんとこのサポートは探してはいきたいですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。ポンド円も昨日かなり強かったんですよね。これ夕方の動画とは全く状況が違うんですけども、夕方まではねこれレンジからのブレイクの形が見えていました。冷やしで見ていくとまあこんな感じですかね。ですからまあ直近のこのね、冷えになっている部分、こういったところも超えてきてますから、これを潰されてしまったらもうそれは仕方がないかなと、それぐらい強気で相場の方は見ていたんですけども、夜になってからのこの売りですよね。当然僕もこれロングね意識して見ていたんですけども、全く流れが止まりませんでした。買いたかったんですけども買えなかった、もうそれぐらい強い売りが出たということになりますね。結果として今度は逆の動きが出てきましたね。高値を2回試して抜けなかった、上値が相当重い形を見せてのレンジからの下抜け、ここには上昇トレンドが見えています。ですからサポートされるんであれば継続してこのロングの流れを追っていきたかったんですけども、昨日の動きはこれを崩したことになりますね。足場がかなりしっかりしていますから、これ買いも売りもポジションはたくさん積み上がっていたと思います。ただいやらしいなと思うのがこれ一回上に振っているんですよね。これ上に振ったことで何が起こるかというと買い戻しが起こってしまいます。これは当然ですよね。直近高値抜けていますからショートをしている人たちはまあ投げてくるとっていうことは、ショートポジションの減少ということになりますね。将来の買い戻しが少なくなったということになります。加えて一回これ上の方に抜けていますからね、抜けた後に押しが入れば押し目買いをしたい、僕も当然これ押し目買い狙ってましたからね、そういった人はたくさんいたように思います。昨日はかなり大きな下落でしたけども、僕みたいな慎重派ばかりではないんですよね。この下落に対してロングをバチンと入る人もこれはたくさんいるわけで、この下落に対して押し目買いをした結果、ロングが捕まってしまうと、捕
捕まったロング勢というのは将来の売り注文につながってきますからね、そういった環境でこのサポートを追われた動きになっています。これポンドドルでも言いましたけどもね、このポンドの強さは継続して僕は見たいなと思うんですよね、ただこのポンド円に関してはちょっと変える形になってこない、サポートも割れてますからね、この売りの流れを見ていくことになりますから、むしろショートを見ていくべき環境かとも思います。ということは、まあ可能性の一つとしては、まあポンドには強い買いが入ってくるかもしれませんけども、それ以上にこの円が強くなってくる状況、こういった環境には注意が必要だということになりますね。この昨日流れが止まったポイントは直近のこのヒゲの先端部分でもあるんですよね。そしてもう少し過去を見ていくと、このあたり壁になっていたところでもあります。僕はこの小さなレンジを今は見ていますけどね、もしかしたら一回り大きなこういったレンジになってくるかもしれませんね。まあどちらにしてもね、チャートの崩れはもう明らかに見えていますからね、ただその環境でこのポンドの強さに意識を持っていってしまうと、すごく相場が難しく感じてしまいます。ポンドが強いと思うんであれば買えばいいんじゃないですかということになりますからね。まあそれだけ今の環境と合っていないのかもしれませんね。まあそれだけ昨日のこの突然の円買いというのはすごくインパクトがあったということになりますね。ポンド円は少し状況がわからなくなってきました。チャートだけを見ていくんであればかなり上値が重い状況のようにも見えてきます。ショートを見ていくような環境だとも思いますけどもね。気になるのがポンドの強さ。ポンド円は少し状況難しいですね。まあ円が強いというのは今日は見ていくことになりますからね。もし仮にこのポンドの買い、これが止まったとすると、下に抜ける動きというのはこれはあるかもしれませんね。昨日の日足の安値更新、これは警戒はしていきたいと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。日足を見るとサポート割れにはなっていますけども、こういった短期足を見ていくとまだサポート割れていなかったりはしますかね。ただかなり売りが強くて、この売りは全く止まっていません。仮にこのサポートを意識して買っていこうと思っても全くまだ流れが止まってないですからね、今すぐロングというのは少し難しいかと思います。むしろ日足なんかを見ていくと下落トレンドも見えてきますからね、このサポート割れの動きは十分注意はしていきたいと。昨日まではこういった上昇トレンド見ておりましたけどね、サポート割れてこなければ継続してロングも見たいなとも思っていましたけども、完全に割れてしまいました。これでは買えないと思いますんで、ポンド円に関しては僕はもう様子見になってしまいますね。これ高値を2回試して抜けなかった上値が重いという形が昨日の動きで見えてきたように思います。少しロングは慎重に見ていきたいですね。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。5ドルはちょっと苦しいですね。冷やしを見ていけば一つの決着はついてしまったように思います。サポート割れですね、足場からの崩れにもなっていますから、高値から見ていけば売りのトレンドが見えてしまっていることにもなります。それだけじゃないですね。ここで一旦流れを止めるということは、この上昇トレンドに対しての押し目買い勢というのが入ってくるんですよね。まあ、ロングポジションが増えてくるということになります。ロングというのは決済注文は売りですからね。こういったサポート割れてしまうとそういった売りも入ってきやすい。昨日のこの日足の動きによってブレイクという形が見えてしまってますんで、これはもう下落トレンドを見ていくことになりそうですね。目線としてはもうショートになってきそうです。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足を見ていくとこの 0.74、ここに壁が見えていて、この壁抜けなかったといった形で今相場の方を見ています。下のにはサポートが見えていますから上下に壁が見えている。レンジ相場を想定という形がまあ上位足の環境なんですよね。今の日足の状況はかなり売りが強いですね。全くまだ流れが止まっていない。レンジ上限で売りが止まってこないということなんであれば、レンジ下限までを目指したこういった売りの流れ、これは見ていくことになるかもしれません。今ここをレンジとして見ていくんであれば、今の現在地レンジの高値圏なんですよね。かなり大きな売りになっていましたから高値に感じないかもしれませんけども、週足を見ていくと高い位置です。この現在地の把握はしっかりしてはおきたいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。サポートを割れたことで売りのトレンドが見えてしまったことになりますね。下落トレンド、昨日一昨日あたりでここに足場作ってるのもすごく大きいですね。もう少しサイズの小さな波を見ていくとこういった下落トレンドも見えてくるということになります。まあどっちの波で見てもいいと思いますけども、何にせよこのサポート終わってしまったというこの事実がすごくやっぱり大きいと思いますので、目線としてはショートですね。流れが一旦止まってくるんであれば次は戻り売りを見ていくということになってきそうです。この5ドルに関してはダウの影響もすごく大きく受けてはいそうですけどもね、ただまあチャートの方を見てもしっかり売りのトレンドを見ていますから、目線としてはショートでしっかり追っていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円もやっぱり円買いの影響をかなり大きく受けてますよね。チャートの方を見ていくとやっぱり一昨日これ一旦買いが入ったというのがすごくやっぱり影響大きいと思います。流れを止めたんですよね。流れが止まるとこの上昇トレンドは見ていくことになります。押し目買い勢というのはこれも出てきますよね。ただしこれもサポート終わってるんですよね。だから見ていけば売りのトレンドが見えてしまったという決着が昨日でつきました。
こうなると簡単には買えないですね。例えば行ってこいで V 字で戻すとかね、そういった動きになってくれば話は変わってきますけども、今の時点からそういった流れは想定して値動きは追っていかないですから、見ていくのはこの下落トレンド、ショートということになってきそうです。今日はこの日足安値更新を見ていくことになりますね。今の波の起点が81円の、10付近ですか。ですから、ここをバックにショートを見ていくには少し距離がありすぎますからね、近場に壁を探していくのが大事になってくるんじゃないかと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見て もうサポート完全に割れてますね。売りの流れも継続して見ていける状況がここにはあります。少し小さな波も同時に見えてきてますかね。昨日一昨日あたりでできたこの足場を使っての下落、短期トレードを追っていくんであれば赤い波よりもこういった青い波を意識した方がいいかもしれませんね。何にせよサポート割ってますから、戻れば戻り売りは見ていきたいなと。目線としてはもうショートですね。買いに警戒していかないといけないのは行ってこいの動きぐらいだと思いますんで、それはこの戻りの壁をしっかり探していけば防げることだと思いますんでね、しっかりまずこの戻りの壁探し、壁が見えてくれば積極的なショートは追ってはいきたいですね。はい、ということで、昨日は夜に急激な円買い、この動きによって環境が少し変わってきました。その中でもこの5ドルというのはサポートも完全に割れてしまいました。高値からの売りのトレンドがはっきり見えた形になっていますから、これはもう買っていくのは少し難しい状況のように思うんですね。下落トレンドを見ていくことにはなってきそうです。もちろん昨日の日足安値更新、これを意識していきますし、仮に更新しなくても戻りが入ればこの戻りに関しては戻り売りを見ていくと、しばらくはこの売りのトレンド、これを追っていくことになりそうです。そして逆にこの強さを見ていたのがポンドなんですけどもね、このポンドの方がチャートの方が少し崩れてきています。特に円絡み、円が強かったですからね、この高値を試して抜けなかったといった形、少し嫌な形なんですよね。さらにはサポート割れ、これポンドドルもそうですからね、ここに大きな壁があって、この壁を3回試して結果抜けていない、こういった形が出てくると、もしかしたらこのポンド自体にも売りが出てくるかもしれません。このポンドに買いが入っていると、ドルも強い、円も強いという状況ですからね、動かない可能性もあると思いますけども、ドルや円が強い状況でポンドに売りが入ってしまうと、これは大きな下落というのもあるかもしれませんので、昨日はかなりの強気でポンドの方を見ていたんですけどね、少しこのポンドに関してはもう強気では相場の方を見れなくなってしまいましたね。買うんであればしっかり流れを止めてから、今日は昨日の夜の流れを組んで、まずはこの円の強さ、ドルの強さ、このあたりを見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。